どうもこんばんは、アサピッピーです。さて、今回もキリングフロア2遊んでいきましょう。今回はですね、また、武器のね、紹介なんかしていきたいんですが、ちょっとね、変な使い方をしていきます。ガンスリンガーで今回何を紹介するのと言いますと、ガンスリなのに、ピットファイヤーと HX25 グレネードピストル。この2つを紹介していきます。絶妙にスピットファイヤーと HX25 はパーク武器ですからね、全然当たんない びっくりするぐらい当たんない。最近あんまり練習してなかったからな。警戒しろ、死んでしまえ。絶妙にね、やたらパーク武器があるじゃないですか、ガンスリンガーって。まあデュアルになってるからっていうのもあるんですけど、スピットファイヤーとか誰がガンスリンで使うんだって感じはしますけど。で、最近知ったんですけど、 HX25 って最大強化すると、どうも、5発で、6人ヘルオンのフレッシュパウンドもやれるらしいんですよね。この前、攻略に、ウィキに、日本の攻略ウィキに載ってました。なので、フレッシュパウンド対策として HX25 を持ち、雑魚処理はデュアルスピットファイアという 本当にガンスリかみたいな構成でいきたいと思います。スピットファイア、スピットファイアと、スピットファイアとグレネードピストルで行きましょう。でもリボルバーは売っちゃおう。もうポットの電源を切るよ。いいんじゃない？これで行こう。タイムアップだ。ゼットどもを片付けてきな。ただね、スピットファイヤー以前ガンスリで使ったとき思ったんですけど、弾薬がある。ヘッソがむずいんですよ普通の銃弾と違って即時で着弾じゃないじゃないですか。この火炎弾はそのせいもあってか、なんか頭に当たりにくいんですよね。わからん。全然わからん。まあとりあえずちょっと場所が悪いので、軽く突破しつつ。大丈夫かこれ。また撃ったぜ鬼。
よくわからん。これは本当にガンスリなのか。死んでろ鬼め。ただやっぱりスピードローダーでスピットファイアのリロードも早いのはいいですよね。危な。狙った。良くなった。うん。鬼が鮮やかに燃えてる。二度殺すぞ。入ってくれ。スクレイクだ。スクレイクいるし。まあショートですからね。第二ウェーブで湧いてっても全然おかしくありません。では、当たってなくない？よーし。すんごい違和感。準備しろ。完璧だ。ポットを開けたよ。アイテムを補給するんだ。このスキン良くないですか？スピットファイアの。簡単じゃないけど、あんたは見事に倒した。これは僕が個人的に作ったカスタムスキンです。弾だ。スピットファイアのモデルを利用して HRG ウィンターバイトが作られてるじゃないですか。なので、いやだ、雨、生き残りたいならアーマーを買いな。じゃあそれを元に逆にスピットファイアのスキン作ったらかっこいいんじゃねと思って。この光ってる感じのスピットファイアの作りました。もう時間がないよ。ポットの電源を落とさなきゃならない。スピットファイアの元のスキンあまりかっこよくないですからね、初期スキンは。エリアを守れ。でなぜかスピットファイアのスキンがなんか一個も出ないっていう。エリアか。問題ない。また撃ったぜ鬼。おりゃ。警戒しろ。狙って撃って殺す。鬼が鮮やかに燃えてる。当たんないでしょこんなん。どうやって戦うもんなこれ。焼き鬼。二度殺すぞ。集中しろ。鬼が鮮やかに燃えてる。私が二度殺すぞ。ちょっときつい。いい調子だ。燃えろ。二度殺すぞ。やばい、やばい、やばい、やばい。ちょっと余裕ないよ。殺せ。ちょっと余裕ないよ。焼き鬼。危な。隠れ鬼だ。燃えろ鬼。もうよくわからん。死んでろ鬼め。向かってこい。おりゃ。鬼が鮮やかに燃えてる。当てんのがむずいな、やっぱり。エリアも無事守れましたね。ええ。悲鳴を上げて死ね。
鬼に気をつけろ。鬼が鮮やかに燃えてる。でも大型出なかった気がしますね。きっとあれがスクリークだったりして全然音も聞いてなかったから本当にそうだったわ。スクレイクだ。一気にこれ4溜まるんですよ。溜まる、溜めろが上手だ。エリアは完全に無事だ。最大だと確か一気に5とか普通に溜まったと思います。あのスクレイクをこのやる、ね、何発ぐらいに分かれてるんですかね。5、6発の6、7発の爆発、小爆発物が飛んでってるので。ああ、私の神よ。よし。いい感じでは。ゼットどもが来るよ。なんだかんだ第4ウェーブか。あれ、第3ウェーブもしかしてアーマー買わずに行った？もはやそれすら覚えていない。気をつけろ。おお。もはや必勝が、うん。燃えろ鬼。は。哀れなもんだ。厄介な子鬼め。難しい。耳に気をつけろ。サイレンだ。敵の血が流れる。でもなんか。鮮やかに燃えてる。めっちゃ燃える気がする。死んでろ鬼め。うん、でやっぱりグレードアップグレードしたからかな。来たぞ、スクレイク。意味がわからん。どうするのが正解なんだ。でもなんだかんだなんだかんだ立ち回れてない。意外にもどっちなんだ。勝手に身材調査し、あれなんだあれ。あ、でも湧いたな。邪魔。ちょっとまずいかもこっち。いい調子だ。いた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 。死んでろ鬼め。燃えろ鬼。きたー。入ってくれ。ここぞというところで。早くない？強くない？分からんけど。死んでしまえ。ゴリア。うお。追わせてやる。やばそうなの来た。来た。おお、でも死んだ。結構。焦ったけど。くらえ。すごいな、よろめきも結構入るな。よろめきっていうのか分かんないけど、あの燃えた時のやつ。これはどうなる。このスカルクラッカー入るのか笑う。おお、本気の戦いが
グレイクに対しても結構強いな。反発。あんたは本物のサバイバーだ。見事なもんだ。全然ガンスリっぽくないんで、ガンスリとしての楽しさは弱いですけどね。弾だ。案外立ち回れるという。生き残りたいならアーマーを買いな。もうポットの電源を切るよ。よし。これで行こう。休憩は終わりだ。さあ、仕事に戻りな。Zたちがやってくるよ。どうしてあなたは家庭内の人たちに首を突っ込もうとするの？やだな。このマップでマトリやりに行くないですか？どこにいるんだ？よく隠れているな。私のセンサーがあなたを見つけるわ。どこにいるわ？あなたの呼吸心臓腹渡の電流には深刻な火傷や死亡につながる可能。プラズマを効果的に利用することは芸術そのものよ。限界の一部になりたい。危ない危ない。また撃ったぜ鬼。プラズマは魅力的だと思わない？これが科学の本当の働きなのよ。プラズマは様々な用途で役に立つわ。全世界の一部になりたいよ。プラズマを効果的に利用することは芸術そのものよ。電流には深刻な火傷や死亡につながる。あなたが最低限の安全距離にいるドアをシールドダウン。最近シールド終わった。いざやってしまいなさい。リーダーが湧くぞ。めんどくさくない？集中しろ。自信過剰になるのはよした方がいいわね。人殺すぞ。どんなに最高の存在だって時には援助を必要とするものよ。危ない。あなたの若さは絶望的な。危ない。感電は生涯にわたる不快感。いや弱いかなやっぱり。こっちの方が早いか。あ、まずい。ダメよ。もっと近く。落雷による怪我の中で脳損傷が最も一般的なのよ。いいわ。鮮やかに燃えてる。それがお望みなのね。少しの間ここから消えるわ。いざやってしまいなさい。弾が痛い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 。私の装備に溢れているわ。いい調子だ。あらゆる攻撃において私は以前。イエーイ。あ、デイリーだったんだ。なんだこれ。ガンスリとマルチ武器になってるものの全然使わない武器をね今回は、ガンスリで使ってみました。マルチパークといえば前回紹介したセンターファイアなんかも、ガンスリの武器、ガンスリとマルチパークの武器ではありますけれど、まあセンターファイアは条件によっては使えますからね、普通に。ただ、スピットファイアとグレピスを使う機会というのは本当に、だいぶ限られているような気がするので、特にスピットファイアですね。ヒットファイアをわざわざ選ぶメリットは多分ないと思いますね。グレピスはその僕も知らなかったんですけど、多分タメロがめっちゃ溜まるからなんでしょうね。ダメージがめっちゃ上がってフレッシュバンドが結構迅速に倒せるっていう点から多少の有用性はあるんじゃないかなって感じはしますけど。はい、ということで
今回はスピットファイアとグレネードピストルをガンスリで使ってみました。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。